ね、ああ終わった終わったもう私はあの人うまいわもうよくみんな騙されると思うみんなあの人の話聞いたらね自分の顔好きになっちゃうと思う私はそうはいかないわだって私はね分かってるからだから今日もあんな男の口車には乗らずに私は今日も自分の顔が嫌いなままこの講演会場を後にするのよ私は騙されないって。で <laughs> おお、<laughs> <laughs> なんだよそれやって。騙されとけよって。<laughs> 美塾のね、講師社でいらっしゃいまして、<はい S 2> 内田博さんね、よろしくお願いします。はい、<で S 1> よろしくお願いします。<はい S 1> あの僕あのまあやれば習えば習うほど自分の素顔まで好きになってしまう,う独特なメイク技術を編み出したんですね。で。 あのそれを伝えるとやっぱりみんな自分の顔が綺麗になって周りから可愛くなったねとか綺麗になったねって言われるだけじゃなくて自分の持って生まれた素顔すらも肯定的に受け止められるようになるっていう、まあ、そういう心理的な結果もすごい大きく出てることにびっくりしてあこれはすごい大事なことだなっていうので、まあ、それを日本中世界中に広めようっていうのを、えー、18年ですね18年美塾という名前でメイク教室を やってきました。で今ここにありますように、まあ、今講師が28人9人いて,いて累計の終了生が9700人800人というところまで来ましたそんな私でございます,ですねえもう本当にいやほ本当に素晴らしい僕はあのまあ同じねこういう仕事なのでもともとはそのうっちーとのご縁っていうのはこれネット上でいろいろやっぱ検索しててで僕追っかけもしてでうちもね僕のことちょっと多分知ってもらったんと思うんですけど、えーえー あのなんかこう化粧とかメイクアップアーティストっていうのはいろんな考え方とかいろんなジャンルありますよね、うん、活躍の場っていうのはいろいろあると思うんですけど、はい、なんかすごく共感するところが非常にあってで、うん、まあ追っかけしてたわけですねうちのね。ありがとうございます。ちょうど10周年ほどでしたよね10周年の時に今から8年前10周年に僕は参加するっていうことで、はいあのー、まあその参加するっていうのはリアルにやってないからその時うち、うん、和歌山会いに来てくれましたもんね。 そ,のそんわこんな律儀にいやあなんかってってそうだからねほら大先輩に、あのー、しかも東京だったじゃないですかあの時東京しながらねはるばるお越しいただけるってお聞きして、うん、それはまず僕から会いに行くのが筋だなって、まあ、ずっともちろんお,お会いしたかったのもあったしそれがきっかけにもなって、うん、和歌山に。 会いに来ましたね,ねありがとうございますあれからもう8年、ね、たっあっという間ですけどでもその後ちょこちょこいろんな全国あのビューティーワールドもお会いしたりとかこの間梅田の食堂街の<笑><笑>吉野節でばったり昼会ったりとかね、まあ、なかなかねこういうあんなとこで会うことないんですけどねびっくりしましたよね。そんなまあご縁をい,ただいてあの今日 僕の知り合いの方もね、はい、しろりさん、こんばんは、はじめましてということでね、こんばんは。はいあの、ぜひね、うちとこうやってあの交流、なかなかできる場がないと思うので、あのうん、初めての方もね、どんどんこうやってコメントをいただいたらありがたいなと思います。はい、あのなんか質問もね、この後ね、どんどんあのうちのね、決勝に対する思いって熱いんですよ、もう本当に聞いてると、僕自身もね、すっごい刺激になりますからね。ああううしい。い本当に、今日はそういうとと、ころをね、ぜひ、あのまあ、ちょっと えー、伺いたいたなと、うんまあ、僕自身がもううちのファンなんででその何、うん、て言うかなえっ、ー、とまず化粧についての行くんですけどまずストーリーとして僕ちょっと気になってたのがもともとかっこいいじゃないですかこの黒の服でねあの <laughs> それねあ皆さんねあの今うっちの動画とかね <laughs> いろいろあるからねちょっとユーモラスがあってね <laughs>、まあ、すっごいねあの楽しいんやけどもともとは銀座というね はい、あの立派な銀座のボビー・ブラウンのメイクアーティストでずっとされてたと、うんはい、そこで日本一の売り上げをガーッと上げてたっていうねそういうウッチーがねなぜ、うん、にそこをそういう場をやめてまでね立ち上げたんかな、はい、まあそういうところからちょっとき聞きたいなと思うんですけどどうでしょうかあ,ありがとうございます化粧品売り場に配属っていうかその就職する前に専門学校生だったわけですよね美容のメイクの専門学校生でうん、うん、でその前は高校生じゃないですか で、その頃とかにも、女の人とこう話してて、例えば、えー、私の顔とかマジブスだしとか、すっぴんとかマジありえないみたいに、言うじゃないですか、<laughs> 女の人って。で、えっ、ー、と、うん、無理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 みたいな、見ないで恥ずい,いみたいな、あるじゃないですか。で、それをおお、男たちはというか、まあ、少なくとも僕は、またまたって思ってたんですよ。その、言ってるよと。うん、まあなんかこう、 えー、男の子と話すときはそうやって言っとくもんだぐらいな感じでご愛嬌っていうかね、うん、お愛想で言ってるんだろうなとで本当はそんなわけはなくてただまあ気まずいから恥ずかしいからそんなふうに言ってるんだろうなってこれ多分一部の男性は本当そう思ってると思うんですよねうん、うん、まさか本当に自分の顔がもうありえないと思ってるわけないよなといけてるいけてないとかあるでせよそんなあれはないんじゃないかって思って。 で、で専門学校の時とかもやっぱりアイモデルとかでするんで、お互いすっぴになったりするじゃないですか。うん、で、いや、もうやめてやめてとか、はい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 って感じだったんで <laughs> で、化粧品売り場に入ったわけですよね。うん、で、こう、化粧品を買う女性たちと会話をするようになるじゃないですか。うんうん、そしたら、マジでそうだったっていう。うんうん、本当に女性たちはもう自分の顔を否定的に捉えていて、 それによってこう人生が,こう充,実がこう充実がそがれている部分があると。うんうん、で、えマジでと思ったんですよ。<laughs> えマジえあ本当だったんだと思ったんですよ。うん、ええみんなみたいな。ええみんなえ、な、なんでえ、なのになんでこんな化粧品売れてるのって。ですよね。銀座ですよね。うんうんうん あの当時だったらもう、あれですよ、世界一土地が高い、うん、銀座四丁目の交差点の1階にありましたから、うん、三越は。こ<ー>の日本、まあ、要はあの美しくなるのに、最も時間とお金をかけれる民族が集う銀座でね、<laughs> ここでこれだったら、他もっとやばいのかと、ね <laughs> うん。地方なんかね、地方なんかもっとやばいですよね、そうね。ねでしょうん。うん、だから、えマジでと思って、で、こうやってパーって周りに見えたつじゃないですか。 もう今日も明日もみんな化粧品をたくさん買ってるわけですよ。うんうん、で、こんなにみんな買ってるのに、なんともそれが全体的に改善してる感じがないと、うん <laughs> いや。なんならむしろちょっと悪化し続けてるようなとこがあって、うんうん、で、ええこれいつから始まったのと思ったんですよ。いつからこんなふうになって、で、これからもこのまま行こうとしてるのと思ったんですよ。うんうん、業界は。うんうん、根本解決じゃなくて、 あのもう要は、えー、医療で言ったら、うん、あの対何て言うんですかその対症療法対症療法的なこと例えばもうあの、えー、毛穴が気になるって言ったら毛穴カバーとかねうん、うん、クマが気になるって言ったら最近だったら美容整形でもクマ取りとかすごい流行ってるじゃないですかえそういうことをこれからもやっていこうと思ってんのみたいな、えー、絶対そんなんじゃねすっ すごいい魅力的ななな女性にならないのにらのって、うん、本当の意味で美しい女性ってそういうんじゃないことでなってるのにって思ってうん、うん、いても立ってもいられなくなってうん、うん、ですよで結局、まあ、僕も、まあ、メイクの世界で入った時に、まあ、僕が飲食業界から入ったからうっちーのその話を聞いてそでもヒデさんも超異色いろいろねお互いストーリーの話をしたからね、まあ 僕はもともとそのこの美容業界ではなかったから、うん、飲食業界から入ったからその今言ったクエスチョンがものすごかったんですよ。<え>でしょううん。いや本当にありましたよ。で最初は僕もそれがいやそんなそんな謙遜してそんなこと言っちゃってとか思ってたんですよ。うん、女の子ってこんな言うんかな思ったんですよね。だけど本当に100人中90人以上は自分の顔に自信がないとかなんかすごくんやろ自な、えーと。コンプレックス 要は西洋かぶれしたなんか業界が西洋がすごく一番で、うん、この黄金比率の顔が一番の理想でこうならないとダメだよっていうなんか業界に見えたんですよ僕会社、うん、入った時ね。そんなんそれってもそれこそ対衆療法ですねその西洋医学で言うとここを何とかするとごまかしの作業ばっかりっていうね。でそれをうちがその銀座でずっと売ってきてじゃあ 俺がやるって言ったところを僕それ知ってる、うん、知ってるでしょそれがもうね,はい、はい、ね今18年になるわけですよ、うん、その思いがもうものすごく僕も熱く感じてね、うんうん、これやと思うんですよ僕もで、はい、まあ宇宙その美塾というまあちょっと美,美塾のこともねちょっと話をしてもらいたいんだけどこの「はい コンセプトは理念が「らしさが美しいよ文化に」ってねずっといつも言ってるじゃないですかまああの僕も講演会行かしてもらったりいろいろしてるとここがもう軸がぶれてなくてでこれがまあこの間もブログでねなんか最初一人が言い出したことこんなんなかなかスケールが大きいから無理やと思うんだけど最近なるっていうふうに確信を持ったって言ってね書かれてたと思うけどそれって本当にそういうふうにあの日本の女性がこの日本の女性自分のらしさが 本当に分かり出したらこれ日本の文化になって世界を変えるっていう感覚にまでちょっと多分イメージするんちゃうかなと思うんですけどねそこら辺どうですかうん。うん、あのー、だから26で始めたんですけど、うんうん、その26で始めた時はもう我ながらできる気がしなかったですよね <laughs> だって、うん、本当に人脈もないしお金もないし、うん、力もないしなうさんくさかったし我ながらうさんくさかったです、うん、当時 今もうさんくさいって <laughs> あのネットで検索すると美塾っていう美塾スペースでうさんくさいってなんか関連ワードが出てくるんですけど<あの> <laughs> 見ました見ましたこれ何やねんうさんくさいってこれ一回シェアしたのいいかな <laughs> う,うさんくさいって <laughs> う,うちのこのえ,えこのインスタまずインスタ見てほしいよねこれね <laughs> あ,ありがとうございますま,まずなんかこうちょっといかついこの自分のこのちょっと太い頃のね26の時って <laughs> この写真をこうあの固定で出してるところからここら辺がもう自分を開示してるっていうのが僕もね<あ>いいな好きやなと思ってちょっとまずまずちょっと脱線しましたけどはいでまずそこで、うん、26からはいであの、うん、でも本当にねこう目の前の一人一人の方 <laughs> と関わって、うん、でその,てあの自分の顔が好きじゃなくて顔が見るのも苦痛だったって言ってた人が、うん、ある時メールが来てね「あの私本当に自分の顔を見るのが嫌で自分の顔が嫌いで、うん、もう毎日をね嘆いて生きてきたんですけど、うん、美塾に通ってあの今日の朝兄弟の前に立ってね自分の顔を見て。 で、僕ら教室で教えてる、うん、こう、顔を愛するように触るっていうのを教えてるんですけど、その顔を愛するように、こうやって触ってたら、うん、なんかね、自分をね、愛おしいと思えた。うんうん、自分を愛おしいと思えたって思った自分になおさら感動して、涙が溢れたんですって。うち、こんな朝をね、私にくださって本当にありがとうございますってメッセージが来たんですよ。うんうん、自分を いとおしいと思えたことに涙してその涙を嬉しそうに僕にメールをくれるってことは全然そうじゃなかったってことですよねこれまでがだから僕それ見てねあこれはもう本当に大事だともうだってその人にその朝が訪れたってことは全員にその朝が訪れる可能性があるってことですよね、うん、でも本当に これを広めるしかないと思ってまあその先ほどね18年間で9800人もうすぐ1万人って言いましたけどまあある意味では当時の僕からしたらすげえと思う自分と、うんうん、まだこんだけっていう、うん、もう途方に暮れる自分も両方いますね <laughs> いやあのでもそれはもう僕らからすると 素晴らしいと思うそのスケールが、ねうん、あーで僕自身もだからケワイっていうケワイ師っていうことで、うん、まあ僕自身もちょっとスタートさせてもらったんでちょっとだけまあ宣伝ということなんやけど、うん、このケワイ師でこのメイクアップアーティストって名乗らなかったんですよね。僕も飲食店からスタートして飲食店を辞めて美容に入ってメイクアップアーティストってい、まあ、言いたくなかったっていうよりかなんかこう。 日本のの文文化化いう江戸時代の文化を何とかするそういうつもりでやってきたそこでこううちーと出会ってなんか「けわい」っていうのは心を整えるっていうね、うん、そのまあお化粧っていうのはまあ人,の人に対する思いやりであるとかってそういうのはありますよね文化としてあるよね。うんうん、でそれをうっちーがこの若いうっちーがっていう印象やったんですよすごいことを言ってると。でまあ顔に神様宿るっていつも僕は思ってるんだけどその宿るっていつも僕は思ってるんだけど。うん 顔を自分でこう手でやってる姿あるいはね3分動画とかもううちが後でちょっと紹介しますけどうっ、ん、ちが活動してるの僕も結構見てるので、うん、ああいうの見るとなんかメイクアップっていうのはなんかすごくこうチャラチャラした業界とか華やかな業界だけに印象をみんな持ってる人多いんですけど、うん、僕らこの二人男2人はそういうところは結構ちょっと共通してると思うんですよ。すすねだから下手すると 顔に神様宿るとかさ眉毛一本に神が宿るとかさ僕言ってるから、うんうん、もう下手したらそれ宗教宗教やんって言われることもあるんだけどまあうちもねうさんくさいことって言われたりすることもあるって書いてたけど確かに美術って宗教みたいな感じで言われることもあるって書いてたじゃないですか、うん、<laughs> まあ僕らも言われることあるんだけど、うん、それってでもねすごく大事な文化だと思うんですよ、うん、その宗教っていうかまあまあ仏教というか。 もともとちょっとあの勝手に言ったらあれだけどなんか哲学者の方々との知り合いもあったりとかですよね、うん、うちってね。はいすごくなんかものすごくそのハートが僕好きなんですよ。あ<ー> <laughs> こんなところで公開公開 <laughs> 公開 <laughs> 公開してるけどねまあ本当にあのまあそういう魅力をねうちの魅力をこれからどんどんねあの 出していきたいと思うあここで書いてくれてるコメントねはい。私も本気で自分の顔なんでこんなつまんない顔に生まれてしまったんだろうって嫌いでしたってマサミさん、ね、でもあの過去形って感じですよね、うん、過去形ですね、うん、ね。マサミさん良、はい、かったですね本当に慣れたわけですよね自分のことが好きになれたわけでしょうもう今大好きですよね多分ね ささね,ねえ <laughs> みんななれるんですよねですよねと、うん、なんかあの<っ>自分の容姿が理由で自分のやりたいことをチャレンジできなかった経験があるっていうアンケートでねうん、うん、日本人女性で確かね60%か70%がそれにイエスって言ってるんですよああそうなんだはあ お正美さん来まさ <laughs> <れ>いやいやいや今もばっちり可愛いいと思ってるんじゃないですかちょっと謙遜するけどねまあまあね,ねかなりのレベルですよ、うん、まあまあ可愛いって自分のこと思えたらもう最高ですよね最高ですよねうんそうだからね,ねあのそういうことってねあのだからよくまあ例えば今の話で言うとね宗教とかって言うと思うんですけど、うんうんうん あの宗教だったらまずいんかみたいなね。うん,うん。極端に言えばですよ。うん。宗教だったらまずいんかと。ね。あの、あと、洗脳っていうんですよ。であの、洗脳かもしれないですよね。うんうんうん。うん、でもあの、逆に言うと、自分の顔が好きじゃない人も洗脳されてますよね。そうですね。うん、そう。だから、どっちも洗脳だとしたら、どっちの洗脳がいいのって話ですよね。うん,うんうん。自分の顔が、だって僕ね、セミナーやるじゃないですか。でね。 ああこういうやつねああここで笑い取ってあここで自分のマイナス言ってああ自己開示ああこれでこうなんか心のつながりが近くなってはい来ましたはい来ました説得力のある体験談来ましたはいでこっから強く言うんでしょ強く思い言うんでしょほら来た強く思い言ってるわその手には乗らないわよ。 ね。ああ、終わった、終わった。もう、私はあの人うまいわ。もうよく、みんな騙されると思う。みんなあの人の話聞いたらね、自分の顔好きになっちゃうと思う。私はそうはいかないわ。だって私はね、わかってるから。だから今日も、あんな男の口車には乗らずに、私は今日も自分の顔が嫌いなまま、この講演会場を後にするのよ。私は騙されない。って。<laughs> なんだそれだって騙されとけよってだその誇らしい顔ってわかるわ意味わかんない m a n g e n i humor がジ i m としてるもんねんかもったいないよねあと結構今はなくなったんですけど何めた頃はねこうやって言われましたようがちが何 フッチーね、あなたね、女の人のこと分かってない。女の人ってね、そんな単純じゃないのよ。女の人は変わりたいの。だから、もっと女の人の勉強しなさい。先輩の女性から言われて。で、僕、そっか、と思ってどう、伝え方が良くないのかな、こんなことは求められてないのかな、と思いながら、ちょちょちょ待てよ、と。 なんで俺がそんな言われたか知らない。あかんねんとお。俺は女性のために一生懸命考えて、で、だって僕は美塾のメイクで僕救われてないっすよ。うん。うん、あ、今本当気づいた。僕、そうだ。最初から女性のために、一生懸命考えて、工夫して、成長して、改善して、一生懸命伝え方まで考えてるのに、なんで女性にさ、 じゃあさもっと女性の勉強した方がいいわやって。おおなんでそんなに俺が同じの嫌いのって。もうあの何度ね僕ねもう知らないってこうプーンってねもうやろうと思ったか。<laughs> いやーもう今日もこの寸劇。<laughs> ささん、うん、泣かないい。でください <laughs> もうねさっきからもうね涙がと止まらない <laughs> これはねあの感動という涙とね笑いという涙両方がありましてねもううっちーと会うとねもうこういうねそれこそその寸劇をして「また出たそんなことを笑わ,わかしておいて結局また商品でも売るんでしょう」みたいなねこういうなんか。 ちょっと、ね、あの遠目で見てるような感覚の人て言っていてるよ、ねね、うんまあわかります、その気持ちね。だからもう本当に。ねもうね、もうヒデさんのね、この笑い泣きでね、もうヒデさんの人柄がまたわかる,うかるそう。ヒデさんって本当にいい人。<laughs> いやいや、嬉しいな、そううの言うてもら <laughs>、えー、うと。いい人じゃないときないもん。<laughs> ヒデさんはね、もう、いつずっといい人。もっと言うてる。 だからまとめると、うん、いい人ですよ <laughs> <laughs> 優しいもんだって <laughs> いやーだってヒデさんだってもうずっとそう思ってますね女性のことをさそうですよね元気にだと日本女性を元気にする回ですよねえいやこれはねなんかねまああのまあ一つだやっぱり自分の中にもやっぱりね昔飲食店の時に 俺の言うことついてきたら間違いないとか、亭主関白的なその自分のちょっとイケイケの時期があったんですよね。あったんですかあったんですよ。この、こんな僕でもね。あらららら、うん。今だから丸になったんですよ。えー、昔の若い時にいろんなことを、まあ、あの、心もとないことを言った、女性に対して言ったりとかさ、パート、うん、パートさんに対してこう暴言入ったりさ、その あったんですかあったんですよ取締役の時に、えーもう。だってもうとにかく売り上,上げ上げなあかんっていう時代だったんでね当時<ー>はね。まあ、そういう時にあのの反省も踏まえてこれあの懺悔の気持ちもあって日本女性をやっぱり今元気にさせなあかんっていうちょっとなんか使命に燃えたとこがあってみたいなとこですよね。えー、うーん ちょっっといっぱいぱコメントごめんなさい,コメントいっぱい来てる。えっと正巳さんがさっきのまあまあ可愛いと思ってるのはこれは謙遜ですということに書いてくれてますよね。で私も洗脳しましたお化粧が済んだら可愛いって自分に言うことにしたこれすごく大事なことですよね本当に本当にうんに、うん。で洗脳して自分が信じ込むようになると本当に周りの人に可愛いと言ってもらえるようになりましたとおいい,手いいねいいね、うん、いいねいいねいいね素晴らしい。 で、マサさ、えっと、まさるさん、こんばんはでございます。いつもありがとうございます。こんばんは日本の女性も素晴らしいと思うよと。今更何も欧米の真似をする必要はないと思う。うん、かのモデルの山口、そうなんです。この山口ですね。佐伯さんね、これ、これがすごいね。で、ひどいですよね。ねそうですね。うん。こういうクールなイメージが日本のやっぱり魅力なのに。まあ、今、二重でないと、絶対ダメとかさ、もう結構言う人いてるもんね。やっぱり自分の魅力よね。う,う,うん。 マジであのー、まあねえほ男性陣も悪いですけどねうん、うん、男性陣も悪いですけど世界的に見たら一重の方がダントツでで少ないと思うんですよね。うんうん、だから世界で見た時に日本人が一重をどんどん二重にしてるっていうのを聞いたらびっくりすると思うんですよね。うんうん、えみたいな。 まあ僕はあの別に整形は整形で一つの選択肢としていいと思うんですよ。特にあの、個人で見たら、マイノリえっ、ねうんうん、と、ミ、ミクロで見たら、そう、一人一人の問題に関してだったらいいと思うんですよ。うん、でも、マクロで見たら、うんうん、いつまでどこまで誰までやんのみたいな。そうですよね。そう、その、うん、その、なんていうかな、あの、 誰か苦しんでる人を救うっていうことにおいては同じことをしてるから仲間だと思うんですけどそう思ってなかった人までそう思わせるようなことをするんだったらうん、うん、そこまでやる必要あるってるだからその,その美容整形外科医の人が自分の売り上げを誇ってるのを見るとえー、<laughs> そんなことがしたいのと思いますね。うんうんうん 何か,かこう、うん、そういう波とかそういうものにこう飲み込まれていってしまってるっていうのがすごく僕はあの危惧してるんですよね。いつも言うその「らしさ」を文化にっていうのはその,その人のらしさっていうのはそれがあって考え方も「らしさ」やと思うので、うん、顔だけじゃなくってねだからやっぱり表面に出るそのメイクの仕方とか顔とかその考え方が「まあ、らしさ」を失ってしまうと。うん 全部その流されてしまうっていうねそんな気が僕も本当にしててコメントありがとうございますえしおりさん私は池原先生ありがとうコミュニケーションメイクでやって初めて真剣に自分に向き合うことになりましたとメイクの力で人生が変わりましたもうああ来てらうとね嬉しいねこれはもううちお互いやっぱりなんていうかこう人生をね変わるこのメイクの力で変わるっていう 醍醐味よねこのやっててよかったっていうねい本当です本当ですいや、うん、もう止<当>まらないですねまあ、こうこれがあるからなんかやっていけるみたいなところありますよねうん、うん、嬉しいありがとうございますはいありがとうね本当になんか他にあのうちにね今日は聞いてみたいこととかさあればぜひぜひあの遠慮なくコメントでさあやってもらうんだけどあれ一回ちょっと動画み 見てもらおうかな多分初めての人はあの3分あ<ー>動画っていうのこれ後でこの動画を見てなんでこんなことをやりだしたんかって僕はちょっと聞いてみたいなと思ったりするんですけどいいですかねはいねせっかくなんでねちょっとこれからね YouTube のねあのこれさっき説明し,してもらってからしかいいかなそうですねちょっと、ねね、説明しましょうか、うん、はいはいあのー、僕らがつ作り出してる価値って何なのかなって思った時があって、うん、あのー まあ、自分のことが好きになるとかビフォーアフター美しくなった顔とかだよなって思いながらもなんかちょっと釈然としないところがあってうん、うん、あれ僕らって何やってんだろうってなった時にあメイクを教えてるってことは一番とかな僕らの成果として見えるものっていうのは女性がメイクしてる姿なんじゃないかとうん、うん、あそうかと。 しかもうちって3分でフルメイクができるようになるんですね。うん,うん。で、あ3分でフルメイクができるようになるな。あ、それ、なんか、で、それと別で、なんか、メイクって個人競技じゃないですか。うん,うん。で、みんなで団結して、青春してやった、みたいな、みんな仲いいんですよ、美熟生って。うん,うん、うん。その仲いいみんながさらに、こう、一つになって、つながって、感動して、嬉しくてっていうやつ。なんかそういう大人の青春やりたいな、っていうことが、 合致したんですね。あ、うん、3分でフルメイクをみんなで同じ手順でね、ピタッと合わせて、魚の胸が一斉に右へ行くように、あるいはその、シルクド・ソレイユとかね、中国、うん、雑技団とか、あと空手の演舞ってあるじゃないですか。ピタッと合った動きってめちゃくちゃ美しいじゃないですか。あ、そういうの美塾のみんなだったらできるかもな。 って思って始めたのが3分メイク披露団体の部っていうものなんですけどいやこれが僕その10周年の時に初めてなんかこの前で披露されてねあのその10周年の時に初めてそれ知ってでその後からこういう動画がどんどん出てきてね、うん、どんどんこうレベル上がっていってるわけですよね、うん、で今 SNS でそういうのをや,やりやっこしてるからこれはこれですごくやっぱ僕らも刺激になるしもともとウッチーって僕,、まあ、僕もちょっとそれは 大切にしたいのは所作って大事で、ね、メイクをしてる時の所作ってね、うんうん、その仕草とかそういうのをすごく大事にされてるでチームワークを持ってやるその動画が出来上がったのをちょっとみんなにねちょっと見てもらいたいと思うんですよだからこれ見たらねしかもこれ京都でねすごくいいところでこれちょっと流しますね。 すごい。よねすごいいやこれでもあんだけ揃えるのもそうだしその場所を用意するのもそうだけどやりたいと思ってそれを形にしていってしかもこれ1回ではなくて今新しいバージョンどんどん出てますよね。うん、YouTube をまあぜひご覧の皆さん YouTube 見てください。ね。そうですねこれが2016年で、うん、あの初めてやらせていただいた時。 だったんですよ本当に何も決まってなくて本んと3分でみんなで動き合わせてメイクをするっていうことだけを決めてねうん、うん、で、えっと、始めたんですよねでしたらあの本当に全然ダメで <laughs> いざ集まってみたらあの全然合わなくて、うん、でよく考えたらそりゃそうだなっていうので。 慌てて僕がその会場でその1秒ごとに、うん、3分なんで180秒でしょ、はい、その180秒1秒ごとに何をやるか書いたんですよ、はあ、であの例えばこう顔を触るときも「うんえっと、よーいスタート! 1」2「123456はい話して」とかそういう のをやってたんですけどそれでも合わないんですよ。で、うん、あのこんなに難しいんだっていうのがもうしょっぱなででもねその時にある人が言ったんですよね「塾長1秒って長いですね」って言ったんですよ。で僕その一言を聞いただけでこれやって正解だったなと思ったんですよね。うんうん 1> 1秒が長いい思うことほとほんどないですもそのコンマ何秒例えばファンでファンで取るファンでつけるこのファンでファンでつけるなのかファンでつけるなのか、うん、この0.3秒とか0.5秒の違いでもずれに見えるわけですねでその1秒以内で1秒の中のどこなのかっていうことにこういうことを しないとメイクで1秒以内の,その 0. 点何秒のことに意識を向けるなんてまずありえないわけですようん、うん、でもみんなで合わせるっていうことでそこに意識が向くわけですよねそしたら3秒があ3分が180秒じゃなくて0.1、うん、秒が1百千百千8 0 0個あるってことですよね <laughs> すごい世界この世界観とんでもないなと、うん、うんうん でそのやる中でね何度かそのシンクロを見るんですよ。こうシンクロってすごくて手順を丸暗記して何秒目にこうして合わせてっていうね、まあ、後に模範動画とかができるんですけどうん、うん、それにピタッと合わせたのをみんなが再現するだけだとシンクロにはならないんですよ。うんうん、同時だから。うんうん、僕が見たシンクロはですね波のようだったんですよね。 <laughs> 少しずつずれるんですよ。で<ー>その少しずつずれるな<ー>波のようなものこれはその波のような動きを要は0.1秒ずつみんながずらして覚えるとかだったらこれはシンクロじゃないですよね。でもピタッと合わせることを何回も何回も何回もやっててみんなでその「す」っていう左の人と右の人はそのずれを相談してないですよね。<ー>そのみんなが一斉に動いて その波のようなほのかなズレというかですね、うん、その見えない波を見たんですよ。うん。でその時にこれやばいことやってるなて <laughs> ですよね。気づいてい,やいやもうそれはね本当に、ね、その制作の裏話をどんどん聞いていくだけでこれ多分1時間終わってしまうと思うんで。要は、まあ、素晴らしいこの、まあ、クリエイターねこの画像のクリエイターもそうだし。 まあ素晴らしいでしょう、まさるさんね。ありがとうございます。この、なんていうかな、その前にちょっとコメントが、日本人の悪いところ、右の悪いと、一般とか、常識にとらわれすぎるから、個性に乏しいのですよ、と。いや、本当いつもね、いいコメントありがとうございます。ちょっと前後してごめんなさい。えっと、こんばんは、塾長ということで、今日うの命輝くレッスンも最高でした。今日今日お会いしたい今日東京でレッスン。あ、東ね。メンバーで飲んで帰りですって。 本当に鎌倉の講師ですね。鎌倉ね。はい。彼女はよしひみさ年かな。彼女はね、あのあの新宮の治療院の院長さんで、でもあの美術習ってて美術講師になるかならないかの時に、あの絶癌が発覚して、でも手術して、ええ良くなって。 る今途中というかねあほうほうだからまあ半分闘病中なはずなのに僕の講演会を鎌倉で主催するって言ってうもう感動です素晴らしい、うん、いやもう本当に、まあそ,そういうふうなねやっぱりこう前向きにこう活動してる人ってね,ねどんどんそういうのも病気もどんどんこうなくしてしまうっていうね、うん、<ー>そういうエネルギーがあると思いますんで頑張ってくださいね。本当、ね、はい で,、えー、っとそ,うでその映像のクリエーターの話になったんですけど、うん、ちょっと話はもう飛んでしまいますけど映像もそうだしウッチーのメイクにこだわることもそうなんだけどなんかこうすごく言葉がすごくポエ,ミポエムとかメッセージが、うん なんか劇団員みたいな,なんか映画の脚本家みたいなもういろんなものをミックスしてる、はあ、しかもさっきの寸劇みたいなことも全部するでしょで漫才もしたりとかでこの間ジ,ョジョージくんですよねあの息子さんジョージ君とこと踊ったり。うん なななんんかかいいろんな動画出てるじゃないですか、はい、でああいうなんかキャラになるまでな,なんでこんなキャラになってるんかなってそこが僕の中ではミステリアスなんですよ。普通<ー>メイクアーティストって言ったらなんかどっちかかっこつけるとかかっこつけとかそれかもうちょっとこう女装したような感じでやってる人とか、うん、もういろんなあるでしょぼ僕なんかもうんか堅苦しい人って思われてるような感じだったんです最初はね。 あなるほど、まあ、今はそうでもないですけどねだからそんなんを聞いていくと思っていくとうちの魅力ってどこから来てるんかなとちょっと思ったりするんですよメイクアーティストになる前の幼少期のこともあるんかなとかねちょっとごめんなさい話飛んでしまいましたけど僕が今日はうっちのことをなんかすーっと見てるから聞きたくて仕方ないみたいな何な,なんやろねこれ。あー そういう意味で言うと、うん、あのやっぱりね一番のポイントはその始めた時に伝わらなかったことですね。あ<ー>あの美塾ってうまくいかなかったんですよなるほどねあの。今から起業される方とか女性の方でも男性方でもねやっぱりこう何かこう起業する人結構多いと思うんですよ今の時代ね。副業するとかなんか独立するとか。 そそれこそ本当に今のうちの話聞いて,てほしいなと僕もそれ聞い,た聞いたことあったかななんか一人の人ね一人の人が来るのにものすごく悲しかったっていうねそ,うそこへ行くまでね、うん、だからもうあっという間にお金もなくなって、うん、でカードでキャッシングして、うん、でそれが返せなくなってカードが止まって、うんうん、で消費者金融も3社借りて、うん、で4社目で消費者金融の審査に落ちて、うん 自分にお金を貸してくれる人が一人もいなくなった。うんうん。だからもうその、日本政策金融公庫とか、そんな話にならない感じですよね。うん、あで、僕の家族は当時、あの全員借金してたんで <laughs>。<laughs> <laughs> 父も母も兄も妹もみんな借金してて。は<ー>もう信用がない。うんうん。だから、ああ、んだなと思って。本当に覚えてるのは、あの、えっとね、 お金がなくて牛丼食べたんですよ吉野家吉野家って後払いじゃないですか食券じゃないからで牛丼並盛り頼んでしかも当時290円の時だったんですようん、うん、で並盛り頼んで食べてまあ290円ぐらいあるだろうと思って財布見たら260円しかなくてでしかもその260円が本当に僕の残金だったんですよでうわ本当に足りないと思ってこう出して店員さんにごめんなさい 財布に260円しか入ってなくて明日三30円払いに行きますって言って店員さんがはあってなって <laughs> で僕次の日にあの運が良ければ受講料が入ってくる、うん、まだ入ってきてない未入金の受講料が1人か2人いたんですよその人が振り込んでくれてたら払えると <laughs> それでお願いしますって ATM 行ったら入ってたんですよ <laughs> それではもう慌てて1万円下ろしてその朝7時半いや銀行が動いただから9時か10時ぐらいかなにその今入った1万円を下ろして吉野家に行って「あのすいませんちょっと昨日払30円足りなかったものなんですけど」って言ったら「はあ」みたいになってでその30円をなぜか1万円で払うっていう。 あのまあ、共通してっていうか経験したことってまあねあの悲しい思いもいっぱいしてるし情けない思いもしてるであるしなんかメイクの事故がここまで補ってるけどもそれこそ僕 一緒に歩いたかな街で一緒に歩いた時にむっちーって街に落ちてるゴミをパッと拾ってこのポケットに入れたりする姿を後ろから見たりしてたわけですよ。それこそ今の美容業界でいうと大谷,大谷選手ですよね今のうん、うん。美容界の大谷選手かなって思うぐらいのなんかすごく誠実でしかもまあユーモラスがあって思いやりがあってみたいなしかも男前でえなんかツンケンしてないじゃないですかなんかすごい親しみがあって。 ここまで褒めたらいいでしょ <laughs> もういや僕ねほんまに思うんですよ。いやだからそのうちはそれはファンにファンがどんどん増えるはずやと思うんだけどそこの苦しい思いをしたからこそ逆にその一人の一人を大事にするっていうのが多分あるんちゃうかなと思いますね。まあ商売の鉄則って言うんやろかなんて言うんやろ。本当に大事にしますもんね僕。思いま,すまずその <laughs> 人が来ない、うん、でだからもうあのメイクメイク教室では人は来ないと。うん、だから言。言われましたね僕ら,僕らも言われました。和歌山でメイクは絶対に食べていきやんってもうライブいぶされましたから。うん、だからその <laughs> メイク教室だろうとメイク教室じゃなかろうと来るものになればいいんだって思ったんでうん、うん、その面白いのはもう。 もちろんだし、うんうん、あとはその感動ですよね。今でこそあんまりできてないですけど、昔はもうサプライズとかめちゃくちゃしましたよね。その教室最終回にあのー、こっそりプリンターを持ってきて、出張でもプリンター、その場でプリンターできるプリンターをキャリーバッグに入れて、うんうん、でなんか奥の変な なんか廊下みたいなところに電源さして最後の皆さんの,その終了の映画を写真撮ってでじゃあ,あのこの初級を振り返ってっていうところを書いててくださいって言ってで好きにその隙に僕が撮ったカメラの,あの SD カードでみんなの写真をプリントアウトしてでそのみんながそのみ,みんなとこうやって出会えたことも財産で私は自分の顔が綺麗いだったのかつってそれをこう,うんうんってこう感動して聴いてるふりをしながら。 このテーブルの下ではその写真みんなの写真をそのパスケースを買うんですねパスケースの左側に終了書右側にその最終日の写真を入れるっていうのをやっててこう一生懸命聞いてるふりをしながらっていうかちゃんと聞いてんだけど下ではその内職のようにその写真をそのパスケースに入るサイズで切るっていうねだ僕その,あの写真を見ないで写真をパスケースのサイズに切る技術相当上がりましたよ <laughs>。 <laughs> でそれをこ,うこっそりこっそり下で作ってですねうん、うん、で最終日に終了おめでとうございます僕からプレゼントですって言って、まあ、1300円ぐらいのパスケース当時も泣け出しのお金ですよそこに終了しようと今日の写真とか挟まったやつを見たらみんなめっちゃびっくりするわけですようん、うん、えこれ今日あれ待ってこ,れこの格好今日の写真いつの間にやったのうちみたいな魔法ですかねとか言って。<laughs> でそうで あの手紙を書いてとかしているとやっと口コミが起こったんですよね。であのもうな広まるためなら何でもやってやるっていうだからうまくいかないから諦めてる人の気が知れないっていうかうまん、うん、くいかないぐらいでやめるもんやってたのって感じ。僕は美塾はうまくいかなくてもやってたと思うんですよね。今今もそんんななうまくいいってるか分かんないですけど 700人、800人という修了生って言いましたけど、18年たって修了生が25人だったとしても、今もやってると思いますよ。バイトしながらとかね。うんうんうん、まあ、そこまでの思いがやっぱりあるということが、やっぱりずっと継続が力になって、それがまあ影響力を及ぼすようになってると思うんですね。で僕はその姿をずっとまあ ちょっとこうあの偉そうに言うとあれだけどたった8年前やけどももうそこからなんかすごくそのなんかもうな何ネットで見てる時に普通じゃなかったもんねそのエネルギーが。あそうですか。うんだからそ,その後々からこうやって今あのストーリーを聞いてるけども多分普通じゃないやろな。うん、でブログ読んでたりしても結局開催するぞとしたらゼロやったと。今そういう人多いと思うんですよこう,こういう。 ななんていうかなコロナも開けたけどもリアルになったところで、そのやり方がどん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 また変わってるから、うん、うん、主催しても、人数が、集まらない、いう人もいてるやろし。でもまあ、それをやり続けたらなんとかね、うちが、こうやってなってるように、なんか、勇気を与えるんじゃないかな、っていうのを、をこの日本女性を元気にする会だけど違ってこれ今ちょっと、個人の、タイムラインにも流れてるんで、男性の方も見てくれてると思うんで。まあ、いろんなね、これ、結あると思いますけどこのもね。 SNS 僕起業して18年じゃないですか <laughs>、うん、で SNS 日本の SNS の歴史って、まあ、ほぼ18年なんですよねあ<ー>であちょうどミクシーを一般の人が使い始めた、うん、ミクシそうそうミクシーもやってたやってただから僕はもう本当 SNS とともにあの、うん、成長してきたんでみんなの SNS に対するこう勘違いもすごい感じるんですよね、うん なんかバズって喜んでる場合じゃないっていうかこうだからその絶対うまくいかないわけないんですよ SNS をちゃんと正しく丁寧に使えばそれをなんかどこの誰に届けたいんだか分かんないことをいきなり始めて、うん、で誰も来ないから私は価値がないんだっていやそんなそんなぶっきらぼうなやり方ないでしょうとそのあの例えばうちの講師に言ってるのねあ、うん、あの,あの 親誘いいなさいと、うん、お母さん教室にね誘いなさいとお母さん誘えないようなことやるなとお母さんに泣きながらでも胸を張って私本当に女性を幸せにできるものを見つけてそれ本気でやってるから本気でやりたいからお母さんってお母さん私の最初の生徒になってってでこれは親友だって妹だってお姉ちゃんだってそうですよね 私、本当に価値があると思うものを見つけた。だから、それに来てって。で、私のこと心配するんだったら来てって。で、受けてみて、本当に良くないものだと思ったら私を止めてって。こんなことやるなって。でもそれ、やる前に言わないでって。ほん、本気なの、私って。私はこれで人生変わったから。だから、来てって。断られてもいいから、そのぐらい言ってごらんって。うーん 身近な大切な人にそのぐらい思いを持ってね伝えられなくて、せれで SNS でなんかね、気を引くような投稿をして、せれで来てくれたらラッキーって、釣り堀じゃねえんだから。<laughs> 本当やね、釣り堀やねえ。もう餌投げて、船釣れたらラッキーみたいなさ。錆びき巻いてね、うう本当にねそうう。そういうんじゃなくない、うん、って。ううん、うん。 確かにいや<う>あの刺さるよねやっぱりうちのこのメッセージってまあ確かにうちもお母さん連れて何か教室やってたわねそういやそう,そうなんかお,お母さんね、うん、家族でなんか人生初めての教室にお母さん来てくれましたからうんだからあのお母さんが来てくれて嬉しいなってああうちのお母さんってねなんやかんや言って優しいなと息子の初めての教室に絶対この人はメイクを習いたいんじゃないと 息子の応援しに来ててくれてんだなちょっとこう泣きそうになりながらねありがとうお母さん、うん、じゃあちょっとまずは当時はね、あのーうん、今でこそやってないですけど眉カットしてたんですよで、あのー、眉カットしちゃいますって眉カットは一番喜んでくれるから最初に眉カットしたら喜んでくれるだろうと思ってで、えー、じゃあ最初は内田さんとか言ってね <laughs> ちょっとねそうお母さんにねつって,って <laughs> みんなもお母さんだと知ってるからあ,<ー>あらーみたいになって。 そんであの僕がお母さんに心の中で「お母さんありがとう」と思いながら眉毛ウィーンって切った。そしたのフェリエっていうねあのパナソニックから出てる眉毛をカットするシェーバーがあるんですけどの後にも先にもそれ一回しかその経験がないんですけどウィーンってやったらお母さんの眉毛のところでバキッて変な音したんですよ。バキッて変な音してでうわなんだと思ったら噛んじゃったんですよね眉毛が

<laughs> あいつ大丈夫かみたいな空気が一瞬で整ったわけですよ。あ<ー>みんな、なんつうの、この教室を案じる空気がね、その時にに、お母さん、応援しに来たんじゃなくて、綺麗になりに来たんだって、<笑><笑>ちゃんと疑ってる俺、俺をと思って、なるほどね、これはもう先が思いやられるなっていうのが18年前ですね。 まあでもその18年前のそういうストーリーがあるから今がこうねあの説得力をこう若いので説得こうあるわって変えてくれてるようにねににありがとうございます本当にそうやと思う、ね、うんね、えっと、私も母に来てもらいましたが<お>ごめんなさいちょっとお顔がわからないんでまた後で確認させてもらいます<お>でえっと、うんえー、美塾に出会って8年あっちょうど僕もあるよ 一応八年からね、ね、部長の教え、本当に大好きですね、僕も大好きですよ。塾長の美術メイクで伝えることと、私がやっている東洋医学って、共通点がめちゃくちゃありますと。うんうん、東洋医学って、やっぱいいよね、でね。うん、で,ねで、それが分かったのも、塾長のおかげです。ありがとうございます。私の中では、つながってるんですと、ね。うん。広し、受ける、ね。<laughs> <laughs> まあ、あの、これはもう、あの。これはもう。 うちやからねこ,これが出ると思って今日僕ぜひ日本女性を元気にする会で対談してって言うたらもう一緒に飲んでてもねうっちね飲んでてもこういう寸劇するからね <laughs> いや本当にいい話でしょいやもう本当にね武器はこのはライブ配信のね司会というのを忘れてしもってて、ねうん、特権でねいろいろとねあの聞いてみたかったんですよねだからあの日本女性のことをちょあの今見ていただいてる方のもう全く忘れとるけども、うん、まあ 本当うちの魅力に迫りたいと今日思っててねで僕も同じメイクの仕事をしな,しながらだから、うん、普通だったらこうなんかこう戦いを挑むとかさなんかこうよくあれ美容師美容師さん同士がね僕は兄の,あ,のあんまり嫌いなんですよね、うん、なんかこう同じ業界を盛り上げていくという感覚、うんまあ、もちろん僕も今ちょっとそういう役目があって教会のまあちょっと役目リーダーやってるんだけども何しか、うん、なんか この,この業界が盛り上がっていってこそ初めてこうみんなが日本女性がどんどんやっぱりポテンシャルが上がるというのかなもっともっとこうなんて言うの、うん、うん自信が持てるというのかな、うん、そういう風うにしていきたいなと思ったんで是非今日はお願いしたよって <laughs> ねありがとうございます <laughs> コールを送ったわけでございますはいうんまあねあの寸劇はどんどんあの動画とかそれから今すごくインスタライブがめちゃくちゃ面白いんでインスタのあの うちのインサートこのつながってもらうところを見てもらうと、ああ<ー>。えー、ちょっと、先,先に LINE 言っとこうがいいんかなどう,どうでしょうあえっと、ま,ずまあでも話の流れでインスタぜひ。ね、ここインスタにつながってもらったらいいと思うので、はい、えっと、ちょっともう一回だけ。内田博って調べても出てきますし。出ますよね、多分ね。はい、これもう、もう一回だけちょっとシェアだけしとこうか。 このシェアされましたよね、はい、でこのこの口紅のこの塗り方もまあ色っぽいし、なんとも言えない、これが、ね、10歳になった息子へってこのメッセージも泣かせるよね、やっぱりすごい。この毛穴ちゃんのこともこれ僕の,あの家内にもこれ見せた、うん、毛穴が気になってるっていつも言うてるんで、うん、いやこの動画見てっつってね、<laughs> 言ったんですよ。<ー> <laughs> まあここら辺のね、すごくあの動画、本当に、あのそれこそ僕が言うのもなんですけども、なんか僕が押,す押したくなるっていうね、本当にみんなに見てもらいたいですよ。ねうん、で、えー、っとちょっと待ってくださいね。ちょっと、忙しいな、いっぱいいっぱいいっぱい,い。<laughs> <laughs> ヒデさんとお出会いのい。<ん>めっちゃ準備してくれてますもんね。いやいや、もうそれはもうなちょ、ちょっとでもね、あのうちのこと知らない人、まあ、 あんまりないと思うけど、いっぱい有名やからね。でも、すごい有名な方やけども、まだ知らない人のためにみたいな感じで、ちょっと。本当にもう、ヒデさんは、ね、この業界の本当にお父さんですいやいや。いや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 、<laughs> 年だけ言ってるだけで。いやいや一 <laughs> 回り、一回りちゃうんかなでも、一回りぐらいちゃうんかなりか、ね、今年 45?45 で,ですよね、45でね。僕、今年、還暦。還暦や、6時。そっか。 でも一回りぐらいちゃうんちゃうから一回り以上ですよですよねお<ー> <laughs> 怖っ <laughs> もうそんなそんな年かと僕は自分で全然思ってないんですよだからほんまに青春やってる感じやけどもねあのね還暦でね男性でね一般女性のメイクを教える仕事されてるって驚異的ですよ現役で<当>しかもねお<ー>。いやすごいと思うありがとうございますもうね、うん やっぱりあの僕のまあなんていうか尊敬するあのその美容家でね小林照子先生って言ってるんですよ。その先生が今88歳なんですよ。で88歳でもショップチャンネル出たりとかもう僕らいつもこうお会いしたりするときまあ肌ツヤがいいしどんどんやっぱり動いてるんでね負けてこれちょっと先にごめんなさいえとまずこれやねはい今ちょっとだけえとこの LINE の QR コードうちのこの上。はい 貼りましたんでこれをまず取ってください。でアーカイブ残すので後からここっていうのをね取ってもいけると思います。これがまず1つ。でもう1つの QR コードがこれちょっと違う QR コードになるんですけどもこれがねえっとなんだっけあのまた違うんだねこれ。そうなんですよ。えっとこのこれはちょっと説明してもらわないと僕はわからない。この QR コードは母性型リーダー育成というなんか書いてた。 ね、あそ,うそれこそ先ほどちょっと言った SNS のこともそうなんですけど、うん、やっぱり僕はのお稽古業が長いので、うん、その講師業とかインストラクター業とかコンサル業とかコーチ業とか,業とかセラピスト業とかそういうものじゃなくてその価値を提供する一般の方に B2C でされてるビジネスをしてる方とかしていきたい方からの相談っていうのがすごい多いんですね。うん,うん、うん で、そういう人たちに今必要なのは、それこそ本当にバズることよりもね、ご縁ある人、一人一人をちゃんと大切にして、うんえー、今女性、まあだったら女性だけどこう、要はとにかくご縁ある人を、えー、成長、育てて、幸せにして、美しくする。っていうことを一人一人丁寧にやっていって、その丁寧にやっていった結果をちゃんと見える化したら、 絶対に支持されるわけで最初は少ないかもしれないけどそのやり方が絶対大事なんですよ要はね力量に比例したフォロワー数であることが大事なんですようん、うん、じゃないと続けられないんですよ、うん、だからもう極端に言えばバズっちゃダメなんですよ、うん、そのそう本当にあの、ね、力量に比例したフォロワー数がいいんですよ そういううううこここことととといいことこ<の>いいこと言うないいい言言言僕ね、うん、こういっぱい聞き取っていっぱい動画上げたくなるぐらいのねいや本当に多分ね今ねこれ聞いてるね僕のねあの,あの知り合いの方も出るけど、うん、結構この SNS でねストレスになってる人もいると思うし迷ってる迷子ちゃんになってる人もいてるし、うんうん、まあ僕も結構いろいろとあの聞かれるんでねいろいろと僕なりにお話するんだけど今言われた そのインフルエンサーがなんかすごく恩恵を受けてるっていうね一つのこの何て言うかなその,るその流れだけを見て私もそうならなあかんっていう感覚の人が多いじゃないですか、うん、でそこで自分のことを見失ってしまうというね、まあ、それこそらしさを見失うというねそうならないようにしらあかんなと思ったりしてますよねそうあのいいこと言うな本当になりたいんだったいいいんですよ、うんだっらでも僕らは一人一人を美しく幸せに成長 に導くわけじゃないでだからそのだからちゃんと人育てとか人を幸せにっていう一人一人と関わりその人たちに自分が本来提供できてるであろうでき、うん、提供したいであろう価値を手渡してその人が受け取って、うん、その通りになってるだから僕はそのそういうことをしている人やしたい人に必ず聞くのがあなたにとって会心のクライアントさんって誰ですかって聞くんですよ。 もうあなたと出会ったらこんな人になれるのよってこう見て見て私の生徒様とか見て見て私のクライアントこ,のこんなだったこういう状態でこういうふうに悩んでた人が今こうなんですって胸を張って紹介できる人って誰ですかって聞くんですね。うんうん、でその時にああでもそこまで言える人はまだいないですねっていう人にはまずそう言える人を作りなさいと。でそれはもう採算度外視でもいいと。 再三度外視も何も受講料いただいてその結果が出てないってことはぼったくってんじゃんと。うん,うん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 。そのもう無料でもいいから追加でさせてくれと、うん、言ってもう自分が本当に私が提供してる価値によって人はこうなるんですよって、うん、もう胸を張ってね見せびらかしたくなる人にちゃんとしなさいと。しなさいとは言わないですよっ。うん <laughs> したらどうでしょうかでですけどねもそれはもう僕らの業界のね絶対にこだわった方がいいところだと思うんですよ。うんうんうん、いや勉強になりますよ僕も改めてそういうことはねいや本当に反省することいっぱいある。でももヒデさんもだって 自慢の生徒様いっぱいいません、うん、あのもちろん今ねあの見てくれてる人はもう自慢の生徒だし、うんね、全国に行ける時は行ってね一緒に会ったりするのがもう一番の今これからねそこに最優先的にあの自分の人生を捧げるみたいな感じのねずっと思ってるんだけど、うん、まあほんとにあの、まあ、そういう部分もあの含めてうっちーとのなんかこう考え方っていうのはねすごく共感するんで、まあ、よかったという感じですもうねえ、うん、当とに。えー コメントバズらないうっち,あバズらないうっちの寸劇を生で,いや生で見たらもっと迫力あるよね。<laughs> 顔が変わるからね、本当に顔が変わるからね、やばいですよみたいなぐらいで。はい、で、インスタフォローさせていただきました、はいね、そうでしょだから絶対、絶対、つながってよっていうことですよね、本当に。はい で、えー、僕は10月67日、今67かすごいな、ーマサルさん。すごい,、はい。コンピューターグラフィックにしてもライフワークのファッションでも、いまだ若い。そう、若者に負けませんって、こうね、言い切れるところがいい,わい,いです、ねね。いいわ。すてき。すてき、すてき。はい。ひ、えー、田さんが言前て、モンテグレの,あのアイメイクを教えてくれた時のこと今でもしっかり教えてる。<laughs> えぇ、ー、お一<ー>回のロビーで終わってメモしてる私。別に 言ってねーとおっしゃってましたからいやそんな覚えてくれてなやっぱこうやってちょっとしたこと覚えてくれてんなありがとうございます<ー>ほんまに香織さんねいやー嬉しいなうーんなんかそういうのをこうちょっとしたきっかけでねなんかちょっとメイクが好きになったりとか上達してもらったりねすることによってやっぱりうちあるよねあの きっかけは小さいことやけど自己肯定感の繰り返しってあると思うんで毎朝毎朝のこのうん、うん、化粧のね仕方かたが潜在意識に入るっていうね、うん、ああこの間ほらそんな話出たんやえっ、ー、と何やったかな顔を毎日見る朝の作業がネガティブになると心理学的にって大きな影響があるっていう話出たよねはは、うん、はいいんはい それをちょびっとなんかちょっと10時回ってるけどかめへんちょっとせっかくその話をね、まあ、僕もちょっとうっちの言葉を借りて聞いてみたい,みたいありがとうございます、はい、まあ僕がよく言うのは多くの女性が毎朝自分の顔の欠点を見て例えば朝起きてああんか乾燥してるなとかああんかここシミ大きくなってるなとかでメイクをしながらそれを隠そう隠そう消そう消そうごまかそうごまかそうとしてでももう時間ないから。 もうそれでうまくいくならまだしもそれもすらうまくいかなくて「なんかなかなか消えないわ」とか「あなんか全然まだまだカサカサしてるわ」っつって「あでも時間だいかなきゃ」って、うん、いう朝の習慣それを毎日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 毎朝,毎朝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 やってる人がどんな人になっていきそうかですよね。じゃあ一方で毎朝自分の顔の魅力を見て。 私は可愛らしい魅力だってね。うっちが言ってたけど。確かに可愛いな。よし、この可愛さをもっといいかそ。可愛くな、あれ、可愛くな、あれ。は、あ、もっと可愛くなった。え、可愛い。この可愛さで行ってきます。っていう、それを毎朝、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 積み重ねてる。この人とこの人って、3年後、5年後、10年後、 どっちの方が美しく幸せになってそうですかって聞いたら間違いなくこっちですよね。でじゃああなたは毎朝どっちに近いことやってますかってそういうことをねお伝えしてるんですよ。ねいやそうなんですよ。このこれをねまたこのいつもうちは頭の中に。 焼き付くような寸劇をしながらやってくれるから、そこに愛情を感じるんですよ僕ね。<laughs> なんか面白おかしくやってるのに皆さん思うかがない。これすごく大事なことで、なんか正論なことをただ単に棒読みで喋ってる人じゃないやんいつもうちってなんかなんか変えてほしいんだっていうことがすごくそこでね自分もね体ってやってるある動画とか見てるとね。 いやーすごいなと僕いつも思ってね何か今日の朝の打ち合わせの時聞いてしまったもんねなんでそんな寸劇できんのって言ってね、うん、そしたらその自分の師匠がそういうちょっとそういう人がいててっていうね話をされてましたけど、ね、そうなんですよ日本メンタルヘルス協会の、えー、江藤先生っていうねもう、うん、あのその人がいなかったら今の日本のこの講演っていうもののね こうエンターテインメントな感じっていうのはなってないかもしれないっていうぐらいもう僕が尊敬する人を大体その江藤先生の講演の影響を受けてる方がほとんどでもう江藤先生も本当に寸劇がいっぱいあってでやっぱりねあの面白いいここととと感動すすすることって覚えやくく忘れにくいんですよねだから今ねそれこそ秀さんおっしゃったようにこうどう刻印させるか人にっていう。 のプラスの学びをね、うん、学校の先生の話はほとんど覚えてないじゃないですかですよね、うん、それ最大のミスは面白くなかったってことがあると思うんですよ、ねうん、どんなにすごい先生も面白くないとなかなか覚えれない、うん、覚えたいという意欲に比例してしまう記憶力という能力に比例してしまうなるほどね、うん まあそういうね、僕の,あのいつもクエスチョンに思ってたこともね、今日の朝の打ち合わせもそうだし、うん、この貴重な時間をね、<laughs> 借りて、だいぶ聞けました。ね、皆さん、いかがだったでしょうかね、はい、本当にあのたくさんの、ね、コメントもいただきまして、遺伝の私はそんなことを毎朝繰り返しました、気づけてよかったとね、本当によかったです、おめでとうございます。はい、ね、こうやって気づける人と気づけない人いてるんですよ、僕ね、うん、ま,まだい本当にあの。 たくさんの方々に、ね、言いたいのはね7060になったもう私美意識なんかもう今持ってないからもう今更もうメイクなんかいいよっていう人いくらいでもいてるんですよこの特に地方なんかいてるといやもうちょっとでもメイクしたくないみたいなことでねもうな,んならなんかあのここはいろんなもの貼り付けたいっていう人もいてるわけですよね。うん、だからそういうううい人にもうちょっとこう ままだまだこれ 100, 100年時代だからちょっとこういろいろとね気づいてほしいかなと思ったりしてますまあ今日はうちの話を聞いてねだいぶ気づいてもらったと思います、えー、出た寸劇 <laughs> うちの話は女性だけだけいや本当に男性も聞いてほしいこれだから今日よかったらもう確かに寸劇を聞いてほらほ <laughs> 確かに寸劇 <laughs> いや多分女性ならまその場で引き込まれるでしょうっていやもう男性も引き込まれてるって僕もね同性で。 <laughs> うっちのファンやからね今日は本当にありがとうございました貴重なもう10時10分回ってしまいましたけど今までこの9時から始めるっていうのはね本当に初めてでもともとこの日本女性を元気にする会っていうのはあのコロナの3年間何かこう元気にするライブ配信をしようということでやりだしたんですよ。でしかもあの日本女性なんで あんまりこのなんていうか、男性を入れたくなかったんで、全部この日本女性を元気にする会はじ女性限定のグループなんですよね。うん、で今多分400人近くになってると思うんやけど、うん、そこでこう話してもらうのほとんど女性やったんですよ。女性の。そうなんだ。うん。で、男性はね、2人目だと思う。多分2人目。<laughs> お<ー> <laughs>、うんもう本当にあの貴重にね、貴重な、まあなんかあの同じメイクアウトしてたからね、多分あの、 聞きたいやろなみんなと思ってると思うんでいや本当聞けてよかったと思うしぜひねあの僕のことも忘れやんといてほしいけどうっちとうっちのねあのその何サイト入っていただいていろいろとあれなんちゅうんかな診断診断なんとかだりよね<あ>そ,うそうですね魅力診断そうこれせっかく僕ちょっと切り取ったんでこれちょっとだけ紹介しとくねで<も>まあ今日はヒさんは本当にあに同業の私の紹介をこんなにも気前よく いやいや、本当に素敵な方だなって、本当に素晴らしいなって思います。ありがたいです。本当に。そういう先輩がいてくれるっていうのは、<や>この業界自体の希望だなと思うんですよねうん、うん。いや、もうそれは、あの、魅力があるからです。うん、あの、考え方もね。全く反対の考え方のところ。言ってね。そなかなか僕も伝えにくいけど、うん、こっちはね。うん。これがあの、美塾というね、あの。まあ、この、美しいのじ まあ多分もうすぐわかるよね。あのこ公式サイト出てくると思うんで、で公式サイト出てくるとこういうあごめんなさいこういううん、うん、あのレッスン初級とかいろいろあって上級で講師っていうね。でその講師が今28人って言われたかな全国にねすごいすごい人数です。でその一人一人の講師もすごい僕もねあのちょっと知ってるし若いものね。 西美香ちゃんも、ねね、知り合いなんでね、うんうん、素敵な方ばっかりで本当にはいでえー、っとあなたに本当に似合うメイクの方向性が分かる魅力診断この魅力診断っていうのがえー、っとこれやね、はい、これがそのホームページで、あのー、できるところがあるんですよねあそうなんですはい、ね、これちょっと簡単にいいですかなんか紹介 あの説明しておかなくても大丈夫何個ん,こなんな質問いくつぐらいでなんか出るとか書いてなかったかなえーともしあれだったらあうちの遠田さん遠田さん魅力診断の URL をコメント欄に貼っておいてほしいんですけどそうやね貼ってもらった、ね、はいあの、うん、リン・ツヤ・モエ・キヨっていう4つの魅力のどれかが分かるっていう全ての女性はこのリンかツヤかモエかキヨの4つにあまあ 分かれるというよりそういう要素があるって感じですかね。うん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 。それを13これは十三個の質問で。十三個ね。だからあのホームページ行ったらこれ出れる出るよねこれ。えっとね、うん。美塾のホームページ入ったら多分そこから行けたかな。な行けたと思いますよ。うんうんうん。うん、じゃあまずホームページ行ってもらって公式のホームページ行くとそれが見れると思うので、でそこに入って行って、そうですね。多分診断してみてください。はい。 ということで、えー、っと <laughs> えー。ちょっと待ってどこからコメントあこっからえー。周りの女性でも結構可愛いのにそう思っていない人が多いので、私は可愛いと思ったポイントがあったら必ず褒めます。うん。早く自分の可愛さに気づいてほしいのでいいね。詳しいです、ねここ。こういうなんか、あのこういう意識美しい。なんか心の持ち主の人がどんどん増えると周りに、ね、波及していきますもんね。これね。う いや本当にこれ素晴らしいコメント嬉しいねうっちのちょっと時間過ぎてるけどちょっとだけこれ紹介したいのこれが、はい、うっちーのねもらってるこの言葉がすごく好きだったんで「うん、人生の格言全てを美しいと感じられる心が美しい」って、ね、<ー>こういう言葉「<laughs> おお」ってこれ。 いいただいたんですようちからね。これもなんか好きなんですってね、この言葉とか。ああ、そうですね、これは、あのー、えっとね、えーと、確か、松井選手がメジャーリーグに行ったときに、うん、先にメジャーリーグに行ってた一郎選手が、この言葉を松井選手に送ったんですよね、確か。 でこれはまた誰かの言葉なんだと思うんですけどこんな人にこれ言っても結構起業したての時ですねうん、うん、起業したての時にこの言葉をすごく自分もそうあろうと思いましたねうん、うん、だからこう3つねなんかこうあって志は受けずこれね志は受けつかれたものに永遠に生き続けるってね、うん、もうそれこそねこのうちの思いが どんどん受け継がれていくという感じですね。うん、ね、本当にいや素晴らしい今日はいっぱいメッセージをいただきました。これちょっと待ってね。ええー、ダマトリックス今くれてるなこれ。これまあとりあえずビえー、あビジョビジビジョムビジョムあどっちでい<ッ>、はい P あこれねはいここちら これちょっとまあ,あの録画しとくんでまた見といてください。これが魅力マトリックスできます、ねあ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はいはい、で、小田さん、えっ、ー、と、今やっていただいたコメントが。ええやわらくありがとうございます。ああ、よかったよかった。とってもうちの魅力も引き出されて楽しかったです。よかったよかった。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、お二人とも言葉に愛があふれてる。でしょう。もうね。 こんなね、はい、ありがとうございます。もう、うちをね、紹介したかったねで、うずうずして,てよかった、そういうところですね、<laughs> はい嬉しいです。で、演者さんが本当に、あありがとうございます。もう、演ちゃん、ありがとう。またね、あの今度、あった時に吉、吉野吉寿司でみんなで、ちょっと、乾杯しましょう。あいいですね。<laughs> あんなところで会うと思うんだったからね。はい <laughs> ということで、あの、なんとか無事にね、えー、っと放送できました。もう、ごめんなさい、15分以上回ってるね。うち、忙しいのに、本当に、今日は東京からね、しかもね。いえいえ ありがもう皆さんもね土曜日の夜まあもう10時待ってるけどもまあ今日土曜日でよかったねでもね貴重な、えー、ライブ配信ありがとうございましたねでこの辺で終わらせていただきますけどもはいえー、塾長塾長ヒデさんと塾長の対談貴重なお話が聞きましたありがとうございましたはいこちらこそありがとうございました最後の最後にあう,、えー、うちあの一言あのごち見ていただいている方に何でもいいですけどもんかこう今日 1>, 1時間話して、はい、なんかもう一回最後の最後のメッセージを頂い,いて終わりましょうかねはいあのヒデさんが僕をこうやって呼んでいただくのはあのやっぱり思いが一緒でそのとにかく女性に美しく幸せになってほしいって思ってくださってるからだと思うんですよねでだからこそこのライブをねご覧になった方は美しく幸せになってほしいで私はもう 美しいというかね、自分のこと好きで、自分は幸せですよって、そうなれましたよっていう方は、えー、人を美しく幸せにする仲間になってほしいですね。何人いてもまだまだ足りない。僕の師匠もよく言うんですけど、メンターが、この日本にはメンターが足りないって言うんですよ。だから、えっと、もしね、自分が満たされ、余力があるのであれば、えー、共にそういった人を幸せにする、美しくする、えー、仲間になってほしいなって。 今改めて思いまましたありがとうござい,ます、はい、いや最後にすっごい貴重なね本当にもうまさみさん聞いたもうね自分はもう可愛いと思ってるんだったこれ今度それをそうすみんなにね、うん、そうみんなにどん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 メンターとしてねあの広げていってくださいはいありがとうございますまさみさんもね書い、えー、てくれてたちょうど、えー、本当だ楽しい、うん、話ありがとうございましたということでありがとうございますはい,いまさみ、はい、さんも ありがとうございました。若い頃は美人で、ね、かぶたの女性が好みでしたが、今は心から受き入れる。笑顔美人がいいなと、<ー>そうですよね。いや、本当にその通りだと思います。はい、今日は遅くまで、皆さん見ていただきまして、ありがとうございました。はい、あり,いありがとうございました。はい、それでは、良い、あの、土曜日はね、楽しい。テレビをお過ごしください。この後ね。はいありがとうございました。またお会いしましょう。はいひでさんもありがとうございました。<礼>皆さん、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。